5分ほどお時間がございますので質疑応答に参りたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。シーラッパーの苦労が垣間見えてとても面白かったです。ちょっと途中で出てきた大詞の手続きが関数ポインターになるってところが、はい、なんか魔法があるような気がするんですけど、その辺を教えていただけますか。はい、実はその魔法すべてイメージファイルを拾っているので、あまりこう話す内容といっても、リベイフライが頑張ってますという感じしかないです。実際はリベイフライのソースコードを見ていただくと分かるんですが、実は中でですね、アセンブラーが書かれていて、でその中でもうなんでジャンプ先だけこう切り替えられるようなのが定義されているんですね。で それで動的に関数の中で定義し直しているというような構造になっています。ありがとうございます。インライン関数や関数マクロは合詞のソース変換するという話でしたけど、それで変換するのって制限があるわけですよね。それその制限が問題になることっていうのはどれぐらいあったかというのをお聞きしたいんですけれども。実は使ってて今まで制限って当たったことがないです。単に使ってるものが限られてるせいかもしれませんが、あんまりそうですね、インライン関数で定義、実は関数マクロは結構使えないのがあるんですけれども、インライン関数については中で定義されているものって意外と単純なものが多いって、ただインラインアセンブラー使ってるのは結構あります。結構ありますが、ちょっと私が使っている中では特に問題なことはないです。Cラッパーはすごい大好きなライブラリで使わせてもらってます。ありがとうございます。エバルが遅いって言ってたけど、エバルの内容っていうのはその関数の登録っていうことをおっしゃったと思うんですが、合ってます？はい、その関数の登録するのにエバルをするんだったら、その関数、CW コンパイルの時にその関数を C で書いてしまって、そのライブラリの中に含めてしまうってことができないと思ったんですけど、そこはどうなんでしょうか。はい、はい、おっしゃる通りそれは可能です。で実は 0.6.0 以前ではそういうふうにやってました。ところがですね、 0.6.0 でチューニングした結果速度が逆転してしまって C で書くのよりそっちの方が速くなっちゃったんですね。なので今こうしてます。ただC の、ソースコードの書き方があまり良くなかったので、多分そこチューニングすればもっと速くなるとは思いますが、ちょっとそういう点では実は 0.6.0 ここはまだあんまり完璧ではないです。合詞側の関数を関数ポインターとして C 側に渡すという話がありましたけれども、その際に、合詞側の関数というのは GC から保護しなくてはいけないですよね。それはずっと保護したままなんでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、実はそれ非常に良い質問で、実はですね、GC されてしまうと当然エラーになってしまいますので、実は関数ポインターに変換する際に中にハッシュテーブルを持っていて、そこに全部登録しておきます。ですので、実はですね、関数ポインターにラムダ式を渡しまくるとメモリーリークを取ってくる。一応マニュアルで解放させることはできるので、もしそういう使い方するんだったらちょっと考える必要があります。10分ほど時間ございますが、どうですか。では、これでプレゼンの方を終了させていただきます。小倉直樹さん、どうもありがとうございました。